院外官とは、古代日本において、朝廷の官職について、例に定められた正規の定員数を超えて任命する、官職。奈良時代に主として見られる。平安時代には、県官が任命された。律令の官職のうち職員令や格に定められた、定員以外に任命された官員で、県官との違いは、定員外と県であり、正規の役人がいなくとも、 あるいは簡易相当性には、外れるが、能力のある人物を、仮に任命するのが、県官で、正規の管理プラス余剰要因が因外官である。ただし、後にはほぼ同じものを意味するようになる。その設置目的は、俗に本気巻き、第36にある781年の官務、天皇の御事のりによると、おもんみるに、王の百官を置くこと、財を図りてのに、塾。 職員源あり。ここより、結合、ことの無や役や、刺激時は、すなわち激観を図りてなお天外を置くとあり、職員数に制限があるにもかかわらず、事務量の多い激観を対象としたところにあった。所見は、食器巻、第八にある、岩礁天皇の時代の七百十八年に、十五位下の旗政と与た者を式部意外省有に、任じた、というものである。この日、 藤原ムチマロが式部教に任命されており、中富野ア村、東陣も式部省有に任じられている。養老4年10月9日の小瀬ア村足人の事例、同5年6月26日の下付け野アソンムシマロの事例など、初期の院外幹部人が式部省によく見られる。これらには、藤原不富との権力体制下で人事権を干渉する式部省を掌握し、 強化するという目的があった。以後、教官の場合は、東宮エモ門の府、中英府、小南言府などに置かれ、正規の官と同じ収益などを与えられている。初期にある、任命数24例中18例が、モ門の時間クラスで、小南言や、左小弁式部、大助直子醤油、中塚佐醤油など、中枢の官職に見られる。 外官も同様であり、とりわけ、院外国史は、天平年間より見られ、中には、現地赴任し、国務に携わっているケースも見られるが、教官が兼任する要人である場合が、より多く、官人に法録を預からせる、優遇策として用いられており、理解が、正規の国史よりも高い場合もある。スケ下カの国史が多く任命されるようになってもいる。また、食器巻き、 第26にある765年の淡田道マロ、大津大浦、石川長都らに見られるような、和けの変の影響による左遷というような場合もある。同じ聖徳天皇の766年に、人国への赴任を禁止されると、逆にその官員も多数に上った。これは、因外国史の任用そのものを禁止したものでは、なかったからであり、同郷政権における、 簡易授与の乱用と相まって、その特分のみを目的とする弊害を生じている。後期の主観という問題も生まれてきたため、食器巻、第33によると、公認天皇の774年に、因外国史の歴任5年以上の者は解任し、5年未満の者は5年に満ちて辞めさせることとした。必ず死もを待たざれとも付け加えている。因外国史は人国へ赴いて、 質問を行わないため、大乗官府の発給がなくとも、自動的に解任になってしまうからである。翌6年3月には、伊勢国、三河国、下宇佐国、越前国、張馬国、阿波国、肥後国など23国で正規の国士の増員が、図られた。6月には、機内の院外姿勢以上の国士を、強制的に解任して退去させた。同十年う,う月には、 大上官の相上により、国の大将によって、文みの人数を各一名増減し、文み希望者の数に比して、官の定員が少ない現状を改善し、任期を、天平法事2年10月の順任天皇の直令に、順じて四年とし、多くの者に機会を与えるようにし、適正化をも図ってきた。この対象外であった教官についても、最初に挙げた八十一年の御事のりにより、 金庫陰順してその流れますます広し。例えば銃羊を持ってさらに旧僕をなすがごとし。民の兵を受けくるは誠に、これがためなりことに生身を思いて常にブイクすることを不可し。その残骸を除きて人事を恵まむと思えよくふ、内外の文部の官、院外の人は一に皆かい客すべし。ただし、軍事、軍機はこの限りにあらずここに人民のことを思い、 慈しみ育みたいと心より思っている。人民を損なう害を除き、心静かな生活と長寿を恵みたいと思う。そこで、内外の文部の間で、定員外のものはすべて解任する。ただし、軍事と軍機はこの限りではないわけ。宇じかにとして、軍事、軍機を除くうち、外間の院外官を全敗した。加えて、後う回答を自分のものにしたり、 民から利益をあさるような者の官の位を下げ、内外の官人で、資金な者を喧嘩にし、貪欲で残忍な者は、巡殺を派遣して調査し、官位を下げる旨も述べられている。官務天皇の心積もりでは、諸白は、濁れるおげきり世紀を上げて、行族を当年に変え、国を憂え民を撫でて、純風を王庫におわしめむことを、というところにあった。 昔の素朴な人情を現代に取り戻そう、ということである。これにより、わずかな例外を除いて、院外官は消滅したが、これ以降は収益を目的とする玄官が成功した。玄官自体はまき、第28に、767年の聖徳天皇の時代に、十五位下の藤原優位が、越前ゴンに任命されたのが初出であり、これが原因ではないとする説もあるが、 遠略末年から急増したことは事実である。また、対象外とされた軍事についても、天王2年3月18日の直令で、軍事主張以上の院外官で、もにより解任されたものはまた任することができないという法令が、類寿三大閣に掲載されている。ありがとうございます。